皆さんこんにちは。これから心不全の画像検査4、核医学検査についてお話をさせていただきます。心臓核医学検査とは、微量の放射性同位元素で目印をつけた放射性薬品を体内に入れて、体内から放射されるガンマ線をガンマカメラで撮像し、心臓の働きや虚血の有無、心筋障害の有無、そして代謝異常の有無というものを画像化し、診断する検査となっております。心臓核医学検査は、心不全患者さんの体に対して大変優しい検査となっております。腎機能障害合併している患者さんに対しても施行可能であります。そして ICD、CRTD、ELVADといったデバイス装着患者さんに対しても施行可能となっております。こちらには心臓核医学検査で使用する放射性薬品を列挙しております。今回は時間が限られておりますので、赤で囲った3つ、心筋血流を評価するタリウム、テクネシウムセスタミビ、テクネシウムテトラフォスミン、心筋壊死、心アミロイドーシスの診断に用いますテクネシウムピロリン酸、テクネシウム HMDP、 炎症、心サルコイドーシスの診断に用いますガリウムシンチグラフィーについてお話をさせていただきます。心筋血流評価には塩化タリウム、テクネシウムにセスタミビ、テトラフォスミンという使用性のトレーサーがついている製剤が現在使われております。これら製剤を用いて局所の心筋障害の診断、冠動脈疾患の診断を行います。局所心筋障害の診断には安静時心筋血流スペクト検査を用いて、心筋梗塞のサイズ、部位、または心筋炎や心筋症の心筋障害のサイズ、部位を評価いたします。一方、冠動脈疾患の診断には負荷心筋血流スペクト検査を用いて、虚血の存在診断、虚血の重症度評価を行います。それでは負荷心筋血流スペクト検査に関し、もう少し詳しく説明を行います。負荷方法としては2種類、運動負荷法と薬剤負荷法があります。運動負荷法には、トレッドミルや自転車アルゴメーターを用いた負荷方法が用いられます。運動負荷を行うことで、心筋酸素消費量を増大させ、一部間血管拡張効果も引き起こし、虚血を誘発いたします。一方、薬剤負荷法にはアデノシンを用いた負荷方法が挙げられます。アデノシンを点滴にて5から6分間投与することで、間血管を拡張させ、間血管抵抗の減少を引き起こします。右側には負荷心筋スペクト検査のスプラッシュ像を提示しております。通常負荷時、安静時の順に列挙し、負荷時と安静時の画像を視覚的に見比べて、虚血や梗塞の有無を判定いたします。断層像としては、単軸断層像、垂直面長軸断層像、水平面長軸断層像の3種類が挙げられますが、このうち2種類の断層像で同様な結果が得られた場合、その所見は有意なものとして判断いたします。こちらでは、視覚的評価方法に関し簡単に説明いたします。負荷時に白矢印のように集積低下を認めた場合、安静時にその部位の集積が改善していれば、その部位は虚血ありというふうに解釈いたします。また、安静時に同部位の集積が一部改善していた場合は梗塞と虚血の混在、不変な場合は梗塞と解釈し、さらに低下した場合は正常と異常心筋の混在、再管流後と解釈いたします。次に、心筋壊死や ATTR 心アミロイドーシスの診断に用いられるテクネ PYP、 テクネ HMDP 製剤を用いた検査について説明いたします。これらの製剤は骨伸展に用いられている製剤になりますが、最近では
ATTR 新アミロイドーシスの診断に用いられるようになりました。視覚的に判定する場合は製剤投与から3時間後に、またプラナー像だけではなく必ずスペクトもしくはスペクト CT 像を撮像し評価するようにいたします。肋骨と同等の心臓への集積もしくは肋骨よりも強い心臓への集積を認めた場合、 ATTR 新アミロイドーシス陽性というふうに判断いたします。最後にガリウムシンチグラフィーに関し説明いたします。ガリウムシンチグラフィーはデバイス感染の感染層の検出にも用いられますが、心臓サルコイドーシスの診断にも用いられるようになりました。日本循環器学会のガイドラインにも心臓病変を強く示唆する臨床所見の一つとして、このガリウムシンチグラフィーまたは FDG ペットでの心臓への異常集積というものが挙げられています。こちらは心臓サルコイドーシスの患者さんのガリウムシンチグラフィーと FDG ペットでの心筋集積パターンを提示しております。実際ガリウムシンチグラフィーでの心臓サルコイドーシスの診断はスペクト CT を用いてもなかなか難しいと言われており、ガリウムシンチグラフィーにおける心臓サルコイドーシスの診断能に関する日本からの報告では、スペクト CT を用いても正答率が 75% 程度であったと言われております。一方 FDG ペットでは C のような局所的な集積、D のような不均一な集積を認める場合を新サルコイドーシスの所見とすると、感度 100%、 得意度 82% であったとの報告もあり、もしガリウムシンチグラフィーの所見がガイドラインで示す心臓病変を強く示唆する他の臨床所見と合わない結果であった場合、 FDG ペットも行い評価することが重要と考えます。ご清聴ありがとうございました。